ミストラルとは1976年にオランダで創立されたウォータースポーツブランド。日本でのミストラルのアパレル事業は2019年よりスタートした。1976年にオランダで創業されたミストラルはウィンドサーフィンの分野で一世を風靡。1980年代にはオリンピックのセーリングウィンドサーフィン分野において ウィンドサーフィンミストラル級という種目名になるほど有名となった。セーリングの世界で一躍有名になったミストラルは現在ではサップ分野に進出し、現在もオランダをはじめとする全世界にてボード等のハードギアやアパレルの展開を行っている。ミストラルは直訳すると編成風だがブランドとしては南フランスのプロバンサル語である見事なという言葉を意味し、 ロゴのブルーは空を、愛のドットの部分の赤は太陽を意味する。2019年に日本でのアパレル製品をスタートしている。コースタルライフをコンセプトに掲げ、機能性、素材、デザイン性の3つのテーマのもと、ウォータースポーツウェアの開発、生産、販売を行っている。ありがとうございます。